やったぜ。お前の名前は野口に決定だ。ちょっとね、裏でレベル上げとかしてて、なんかレアなモンスターの巣に入ってさ、卵を1個奪ってきたからよ。今孵化させたらあれだわ、青柱が出た。前回しばいた青柱ゲットしたんで、これから使っていこうと思います。今回はね、なんかこの村の様子を見に行くみたいな感じで。絶好調には見えないな。俺だってシュバルのこと、そう、シュバルが突然いなくなっちゃったんだよね。なんかじゃあ、あの不穏な空気をこう醸し出したさエリアで歩いたよね。結晶がいっぱいあるとこ、腕試し。お前俺に勝てると思ってんのか。何のモンスター使ってくるの。お前生肉とか使ってくんじゃないの。ほら見ろ、生肉じゃん。予想通りな。とりあえずスピードで攻撃しますか。ライフポイント相手を倒すと、なるほどね。あ、これハンター、そういやあれだな、ハンターとの戦いってこれ初めてだな。とりあえず相手を3回倒さなきゃいけないってことでしょ。ハンターは狙えないんだ。え、相手のモンスターめっちゃハンター狙ってくるのにね、おかしいな。まあ、スピードでいきましょう。武器も1段階強化したんですよね。まあ、攻撃力下げたいのは山々なんだけど、俺のトサカまあまあ強いんで、まあ、多分このままご利用してるはず。相手のライダーは状況に合わせて入れ替えも使ってくる。何？ポケモンみたいなことしやがる。いやーマジか、押された。やるな相手。なかなかあれだぞ。いや、ちょっとこれアイテムの薬草を使おう。薬草を使ってトサカにガンガン押してもらおうか。やるなあ。あ、あいつもなんか使いやがったぞ。アイテムを使ってくる。戦うだけは勝利の道近道じゃないの。なるほどね。ただ相手のパワー攻撃よりかはこっちのスピードが勝っていくと。根性、え、マジで。なんかちょライドしようか。俺回復してもいいけど、ライドしよう。ライドオン戦う。あ、ダン先輩に攻撃できるのかな。これこういうなんか選択できねえみたいな感じのこと書いてあげる。いや、行こうか、スピードで。オッケーオッケー、打ち勝っていく。オッケー、1ポイントゲット。相手のライフはあと1と。あれ、相手選択できないとかさっき言ってなかったっけ。まあいいや、絆技でダン先輩を地域で吹っ飛ばすことができたらいいんだけど、いけるかな。オッケー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 。いや結構きついね。ハンターとの戦いって結構ね、相手も回復してくるし入れ替えもしてくる。結構戦略は必要になってきますね。通信対戦を強化。全国のライダーと共に。そうなんかね、このスマホ版なんですけど、まあ、こっちも通信対戦があるみたいでね、できるらしっぽいですね。またやりたいと思います。マッチングするのかな。歴戦の会長が派手に暴れているという話があってな。場所はハイタンコ。これヤンクックなのかな。あ、ヤンクックの調査になる。今度の試練は一味違うヤンクックの調査だ。ゴールデンの丘の山にあるハイタンコに行ってみよう。なるほどね。回復薬10個、五石。なるほど。じゃあとりあえずヤンクック倒しに行きますか。ヤンクックって言ったらさ、やっぱり初代の一番最初に戦う、なんていうの、でっかい大型のモンスターってことでさ、すごい思い入れがあるんですけど、不思議な声が聞こえてくるな。ハイタンコがある岩場の方からだな。まあ多分ヤンクックの声だと思うんだけど、やっぱりさ、その最初の頃ってすごい尻尾ぶん回しとかでさ、まあ、装備もなんかもうほぼ裸みたいな感じで、なんだっけな、ハンターカリンガとかじゃない、あの片手剣のさ、もうチャッチー片手剣で戦ってた記憶あるんですけども、それでかなり強かったですよね、ヤンクック。まあ今となってはザコ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 言われてるかもしれないけど、まあヤンクックが出てこないシリーズとかをプレイしてるとね、まあ、ヤンクック出ねえかなとか思ったりもするんですけど。お、いますね。
ん？違うのかな？いや、違うな。なんだあれ？ん？子供？猫か。やんにょー。あ、違うの。これ、スタンド。あ、やっぱ猫いるじゃん。かわいい。猫宅の運転手、デスニャン。ヤンクックに出くわしたのや。大きなくちばしで壊されてしまった。なるほどね。しっかりしろ。車輪パーツが必要。ヤンクが持っていった。なるほどね。車輪パーツを取り返すと。歴戦の会長。そんな呼ばれてんのあいつ。泉の向こう岸が縄張りだ。にゃ。気をつけてください。まあね、ここら辺でちょっとレベル上げしてたりしてるときにヤンクがうろついてたんだよね。でもなんか、戦う気にならなくて、青柱がうろついたんだね、その時。だから青柱を時々縛ったりしてランクを上げたんだけど。泉の向こう岸にいるようだ。なんとかして取り返そう。なるほど。じゃあ泉の向こうまで行くか。いるね、あそこ。いるぞ。これ、近づけば始まんのか。おい。おい。降りてこい。どうやらこいつが歴戦の会長みたいだな。ヤンクックは臆病な性格のはずなのに、こいつは堂々たる風化が漂ってるぜ。調査ってわけにもいかないかもな。ライダーさん、油断するなよ。お、懐かしい。懐かしいモーションだ。そう、バタバタと足元にいるとね、ちょこちょこちょこダメージ食らうんですわ。これそうか。トサカをトップに置かない方が良かったかな。頭部破壊があるのか。なるほどね。こうスキルで、まあ、いつものように相手の、じゃあ、あのトサカのあれ上げていきましょう。攻撃を、攻撃力アップ。いいぞ。またあれか。あ、強っ。ちょっと待って、めっちゃ強いじゃん今の攻撃。お、マジか。全体攻撃、 V 攻撃でも本体。マジ V 破壊。じゃあとりあえず、オトモンの威嚇を使ってまず相手の攻撃力をね、下げて、耐久戦に持ち込みたいところではありますね。戦いましょう。頭部で相手パワーかな。スピードいってみよう。威嚇、よし、いいぞいいぞ。あー、テクニックだったか。なかなか厳しいな。じゃあここ一回パワーで押してみよう。スピードとテクニックじゃスピードの方がやられるな。オッケーオッケーオッケー。これ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 、オーケー、全部足してきたぞ。絆アップ、まだ乗れねえけど、そうだな、戦うで頭部破壊するの結構時間かかるのかな。ここはパワーで、お、V 破壊できたぞ。やったね。頭破壊。なんか破壊してボロボロにはならないんだね。ヤンクック結構なんか色鮮やかだね。クックタックルが使えなく、あ、さっきの全体攻撃が使えなくなったのか。オッケー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 。あれね、多分結構きついからね、何回も連発されると。薬草で体力を回復。なんかテクニック攻撃ばっかしてくるの相手。僕のトサカ結構強いんで大丈夫だと思うんだけど。まあ、じゃあテクニックを下に使ってくるならパワーでご利用そう。いいぞ、ダブルアクション。95、 OK、 また始まった。これ OK、 絆アップ OK、 ライドでいきますね。ちょっとアイテム一回使いますか。あのトサカにね、トサカちょっと心配なんで薬草使っておきましょう。スピードとスピードだから、両方ダメージを与え合うと。よし、ライドします。ライドしてここは一旦戦おうか。敵戦の会長にパワー攻撃で押しましょう。 OKOK、 パワーが勝っていく。クリティカル 75OK、 あの絆技使わなくても勝てましたね。あ、巣に戻るんだ。チームワークで大勝利。巣に戻るんだね。 S ランク OK。 これ野口の
あのレベルも上げていきたいね。野口多分強いと思うから、こいつの絆技も見てみたいし、生肉を今度ちょっとトップで出してみようか。野口一気に4レベ。お、ヤンクックの素材いっぱい手に入ったぞ。あ、卵をゲットするチャンスなんだ。ちょっと生肉に乗ってみたんだけど、いいねこれ生肉なかなか。あ、じゃあこれあれかな、野口にも乗れるんだよな、やっぱり。モンスターに乗って移動するのすげえいいな。出てくるモンスター全部に乗れんのかな。多分この先ね、古竜とかでっかいモンスターも出てくるはずだよね、モンハンだから。そうなってくるとやっぱそいつらをゲットできんのかな。うわー、いるよ、起きてるよ。寝てるのかと思ったら起きてるな。戦うか。手負いのモンスターは手強いぞ。あ、やべえ、生肉。まあいいや。うわ、怒ってるぞ。まあこれ生肉をサンドバッグにしてよかったかもな。サンドバッグとか言っちゃダメだろ。サンドバッグとか言っちゃダメだろ。生肉は何持ってるの、観察。あー、マジか、威嚇があってほしかったけど、まあいいや。戦いましょう。歴戦の会長にパワー、あいつパワーで来るのかな。何攻撃してくるんだろう。いやー、そうか、タックルがあるのか。あ、でも相手の HP ゲージが見えるようになってるな。パワーとパワーのダブルアクション。 OK、 72も食らうんだ。絆アップ。もうここはパワーでガンガン押していくぜ。下級強っ。ちょっと待て、強すぎる。これは一回薬草を使いましょう。お前下級、生肉はこんがり肉になっちまうよ。 OK、 勝った勝った。アップノートさん勝っていく。ライドできるぞ、ライドオン。よし、じゃあここで一回絆技見てみようか。俺と生肉の絆技。下級の方が早いんだ。スリッピングダイブ。マジバナナの皮。おお、25。え、これなんでお前ら2人こけてんだ。お前らコントかよ。お前コントやってんじゃねえぞ。この光景シュールすぎる。歴戦の会長にパワーアタック。ほら56、落とし物ゲット。お前らコントやってんじゃねえぞ。じゃあもう一回パワーアタックゴリゴリ押していこう。相手スピード攻撃か。あ、でもこっちの生肉テクニック攻撃選んでる。有能かこいつ。パワーを全部出してる。OK、 30。これ生肉で押せるんじゃないか。パワー攻撃 OK、 押し勝っていく。ザン。おい、こいつ何勝手に、お前何、お前スキル使ってんだ。自分のライド行くぜ。戦う。ここ一回戦って、そう、これね、すぐに絆技を打たなかったら、その絆技のレベルがなんか1段階上がっていくんだよね。ダウン、攻撃チャンス。 OK、 で最後絆技で決めようぜ。俺らのスリッピングタイム。あ、全然決まらなかった。なんでお前がこけるんだよ。これ確定なのか。これこいつスリッピングダイブをするとこけるの確定なのか。初めて知ったわ。クリティカル。 OK、 ヤンク倒しました。いや、楽しかったこの戦いは。なかなか生肉のさ、ポテンシャルの高さ見れたから、いいね。歴戦の会場討伐できてしまったぞ。一人前のライダーになってきたのかな。猫タクの車輪。 OK、 そうだ、ここでね、卵を拾うこともできるんですよ。だからここレアなのかな。ここは降りよう。ちょっと一回モンスターにライドしたままだとやっぱりね、こういう採取とかはちょっとしにくいね。動きが速いから通り過ぎちゃうんだよね、このポイント。卵これレアなのかな。多分ヤンク倒したからもう来ることはないと思うんだけど、怒るのかな。またヤンクもう一匹来るとか。ちょっぴり軽い卵。さすがにやばいぞ。やばいかな。いや、まだいける。
あ、卵なくなっちゃったか。じゃあ行こうか。燃える鳥類、鳥類って書いてた今。見てなかったんだけど。卵。じゃあとりあえず車輪を渡しに行こう。猫宅に。マジか。来たよ、この、俺がさっきワープとかいう話してたやつ。そう、これが欲しかったんで、やっぱね、エリソン、さっきヤンクックのさ、巣まで行くとさ、村に戻るの大変なんだよね、やっぱり。おお、帰ってきた。いいね。あ、こういう雑な下ろし方されるんだね、キャンプの時みたいに。よーし、じゃあ報告だ。村長へ報告しに行くんだな。オッケー。そういや、村長と話すのが久しぶりのような気がする。黒いもや。なるほど。じゃああれか、今から黒いモヤの調査に向かうってことだな。じゃあ今回はこの辺りにするか。ヤンクも倒したし、生肉も強いことが判明したしね。野口を育てていきたいと思います。というわけでお疲れ様でした。また次回の授業でお会いしましょう。